眠っ。お疲れちゃん。アップル飲みます。飲みます。もう飲んでさ、帰れよ。いつも一杯飲んで。確かに。マネージャーく。おお。お疲れちゃん。お疲れ様です。これまだ回しっぱだよ。いいの？はい。まだ回しっぱだよ。今もう。あれ？そのエンドロール後の遊びみたいな。あ、そうですそうです。10月古着とかも買ってました。うん。紹介しないですか？動画にもしてないからね、伝えづらいかなと思ったのと、本当にね、人と待ち合わせしてる20分くらいで購入したものだから、もうなんか動画にしなくていいかなと思って。本当に個人的な。そう、3つくらい買った。でもいやいやいや、紹介するべきじゃないですか、それは。ここでまたやると、まあ、飲みながらでいい、まあ、せっかくなんで動画内で来てた。あ、動画内で来てた。だからもうそれが紹介だと思ってるんですよ。紹介ではないですか。スモックパーカーと、スリーピングシャツの黒と、スウェット。ありがとうございました。見たいです。僕も現物見てないんですよ。うん、軽く。はい。お願いします。もう着ないよ。着た方がいい。着た方がいいか。はい、これですね、スモックパーカーっていう、ね、フランスのミリタリーもので、これがね、確かね1966年のものなんで、もうなんか血とかついてるんだよね、古着で。そう、だからちょっと怖いんだけど、こちらを購入しました。はい、こんな感じ。髪の毛がもうボサボサや。こんな感じで、プルオーバーのタイプになってて、こんな感じでフロントにポケットが4つついてて、こんな感じ、1、2、3、4で、プルオーバーのタイプになってる。結構珍しいなと思って。なんかパッと見ね、コートみたいな、ミリタリーコートみたいな感じで見えるし、まあね、着丈はそこまで長くなかったりとか、あとね、ドローコードが、この裾の部分と、あとお腹もね、調節できるから、なんかこんな感じでね。でもこういう風にした方がもう本物ミリタリーっぽいけどね、今っぽく着るんであれば、ここは僕は締めないで使っております。渋谷のサンタモニカに、こう壁にかかってるものもあるじゃん、商品で。はい。それまで2個商品決めてたんだけど、あれかっこいいですねって感じで店員さんに言ったら、着てみますって言われて、着て値段も見ずに買っちゃったんだよ。そしたら1万9000もして、みたいな。超びっくりしたんだけど、でもまあ気に入ってます。なんかね、こうもう色落ちなんかもしてて、ワックスではないと思うんだけど、なんかコーティングしてあったのかな？多分洗濯だったりとか何だったりとかで、なんかこういうミリタリー生地なんですけど、少し色落ちだったりとかしてるの面白いなと思ってこちらを購入しました。あとはね、秋とかだとこのポケット多いの嬉しくない？嬉しいですね。カバン持つの大っ嫌いなんで、ここはね、スーパー大容量なんで、めちゃめちゃ大きいの。多分マネージャー4人くらい入るんじゃないかな。で、胸ポケットもあるしって感じで、なんか携帯とかね、もちろんズボンのね、ポケットに入れるんですけど、もうここにね、全部入るくらいの収納力もあるし、裏もね、フードだったりとか、そういったところも可愛いので、結構気に入って着用してます。多分動画、これ着ながら出たのあったよね。なんか忘れちゃいましたけど、意外にね、防寒性はそんなにないんですけど、この襟の部分だったりとか結構高いんで、まあ、そんな感じでね、シルエットも可愛いんで、よく着用しております。初めて見ました、ね、かっこいいよね。かっこいいですね。ただね、難点としてはね、ポケットのところがね、よれるんだよ。中でこうひっくり返っちゃったりとか、こんなガンダムみたいな、こうなんか生地がやっぱね、ミリタリー生地なんでちょっと硬かったりとか、ごわつきがあるので、着心地のとこはそんなに良くないんだけど、サイズ的にも少しゆったりサイズなんで、僕は全然気に入っちゃってます。はい、なんで1着目はこちらですよ。スモックパーカーっていうのかな、こちらです。次、そうですね、もうこの調子で2着いきましょう。顔も映さない状態でこのままやるようにして。不審な動画が。うまっ。はい、次がね、これヘンリーネックのスウェット。多分ね、これリメイクのものだと思うんですよ。裾のとこの刺繍とかね、結構雑だし、この首のところもなんか変じゃない？そう、モコッとしてるんで、もともとがこういうデザインじゃないやつだと思うんですけども、こちら買いました。ヘンリーネックがね、夏もよく着てたじゃん、半袖のもの。でね、そのサーマルが本当は欲しかったんですけど、スウェットであったから、まあこれでいいやっていう感じで、サイズもドンピシャのサイズ。なんで、まあロンティーに近いくらいの生地の薄さのスウェットで、一応ね、裏の起毛なんかもされてるので、着心地もめちゃくちゃいいんだよね。これを購入しました。まあインナーでも使えるようなサイズ感。まあ、少しゆったりではあるんですけど、さっきのスモックパーカーの中でも使えるし、まあなんか結構万能かなと。なんで今の季節なんかは一番調子いい季節だとは思います。
これはどこで？これも同じお店、渋谷のサンタモニカで購入した。ほんとはね、これが一番最初手に取ったのかな。そう、ヘンリーネックいいやと思って。もうナルト君いいね、今日もお尻にウンチついてるよ。絶好調です。うん、絶好調だよ。マネージャーのハイボールに。A few moments later。 はい、っていう感じで、2つ目はね、このヘンリーネックのスウェット、もうナルトで見えてないと思うんですけど、こんな感じです。はい、そしてこっそり買った古着3着目こちらですね。スリーピングシャツの黒、こちらですね。まあ、多分ね、夏場の動画で結構スリーピングシャツの白を着てたと思うんですけども、それのブラックバージョンでずっと探してたんですけど、なかなかね出会いがなかったんですけど、これもね渋谷のサンタモニカ行ったらしれっと置いてあったんで即買いしました。多分ね6000円くらい。そうそうそう、だからシャツにしてはねお手頃だし、これは僕はすごい好きですね。はい、なんか質問とかありますか？黒だったら何からするんですか？そうですね、まあ、ティーバッグかふんどしのやっぱお尻がこう出てるくらいのものが調子いいかな。これから冬ぞ。もう V ネック最近ね H&M でも T シャツ買ったくらいなんで、ちょっとねハマりつつあるんですけど、夏からやっぱこのスリーピングショットはよく着てて、これねリネン素材なんだよ。だからすごくね通気性いいからめっちゃ寒いんだけど。なんでまた春とかになったらね着るとは思うんですが、インナーで使うことはないかな。ちょっと袖もねすん足らずというか、こうくぶ丈くらいの、くぶっていうか 8.5 分くらいの丈になってるんで、まあなんかね作業員みたいな感じに見えがちなんですけど、まあ、結構手をめくって着るのが僕好きなんで、これはそんな風に着用する感じですね。なんで部屋着ではよく着てるかな。そう、楽ちんだから、だから撮影する時とかねやっぱ着ちゃうんですよこういうので。ねやっぱコメントで来るんですよね、その V ネックの T シャツどこのですかとか。この動画をご覧の皆さんもちょっとお手伝いしてください。スリーピングシャツだよってコメントに返信してくれるともうとんでもない量来るんで助けてくださいくらいですかね。最近買ったものっていうのは3着とも全部ね渋谷のサンタモニカで購入してパパパって選んだものなんですけど、これもね6000円くらいで、さっきのスウェットも6000円くらいで、あ、まあ1万2000円かみたいな。でそのスモックパーカー手に取った時に値段気にしてなかったんだけど、まあ言ってでもさ、古着のああいうジャケットだってさ、まあ9800円とかさ、高くても1万ね、ちょんちょこちょんとか、合計2万ちょいそうだねと思って、そんくらいかなと思ったら、3万いっとると思って結構びっくりした。そんな感じかな。だから古着屋さんはね、ちょっとまたね、回りたいは回りたいんですけど、まあ、渋谷とかでね、サクッと買うだったりとかもします。なんか、来月狙ってるものとかあるんですか？古着で？古着っていうか、こういうの欲しいな。あー、プレイステーション5。プレイステーション5。あれ、デジャブ？狙ってるもの。狙ってるもの。なんか古着屋さんとか回ったりとか買いに行くときに、シャツ欲しいとか、そういう大きなカテゴリーはあるけど、今もそのカテゴリーもないし。実際古着屋さんってやっぱ結構ビビッときたのも。そうそうそう。それが楽しい。それが楽しいんで。なんだろうね、ブーツも最近買ったし、まあレザーか、古着じゃないけどレザーが欲しいなと。ただでも、ね、窮屈な服がもう最近苦手でさ、ゆるゆるで、そうゆるゆるじゃん。そのさっき撮ってさ、その買ってよかったでも言ったけどさ、スフレアンパンツとかさ、はい、ヒートテックとかってやっぱさ、めっちゃ着やすいじゃん。着やすそうです。だからなんかレザーとか、ね、かっこいいから買うけど着るのかなってやっぱ自分自身問いかけちゃうんだよね。マネージャー欲しいもんあるの？その洋服で。洋服、僕もいい年になってきたんで、ちょっとしっかりした。コート僕しっかりしたら持ってないんですよね。さらっと羽織れるショッピングコートというかトレンチコート。ショッピングコートってね、ショップコート、ショップコート、ショッピングコート稲毛屋みたいな感じ黄色に緑みたいな、またネタがでしょ。ショップコート使いやすいよね、なんかパッキリ印象変わるもんね。ブランドとかはないの？ブランドまではまだ模索中ですね。おすすめやったらコメント欄にお願いします。あのマネージャー身長が確か92センチの体重が85で口癖はなんだべさ。コートか、でもコートむずそうだね。そうね、肩幅。ガチで身長何センチなの？伸びてて。167僕5だった。あ、そうなん。あ、じゃあ俺ともう約10センチくらい違うんだ。僕たちカップルなんで早いで。前なんかと付き合うというか、もう同性愛ではないので、僕はこう女の子大好きなんで、もし同性愛になったとしてもマネージャーに恋することはない。マリアットして回転させる、こちらがパワーボムする。ちょっとハイボール新しいもらっていいですか？
昨日ライブしたじゃん、5万人ありがとうライブ。あの時になんかサブチャン作ろう、作ってほしいって言った。あとはなんかそのヤフオクで1円出品したいなって思って。ああ、はいはい。そうそうそう、だから今度やろうよ、1円出品。で、あの、買いたかったら買ってください。あ、僕もじゃあ。そう、1オークション参加者として。全然そういうの、持ってない額でも入札しちゃうタイプの人間なんで、負けないです。貧困層のやることだ、それは。考えが良くない。てかサブチャン作ろうよ。だこういう動画なんてもほぼサブチャンノーカットじゃない？そうですね、うん、サブチャン作ろうってなったよ、昨日の結果は。なんかもうタイトル決まってる。川島隆弘の全く編集しない。ノー編集。そう、全く編集しないチャンネル。全く編集しないで、ぬるぬるぬるっと、ゆるゆるっと。タイだ。タイダじゃないよ、毎日更新してさ朝撮ったものをもう夜アップするとかさ、鬼よサブちゃん。だから編集なしでゆるっとやりたいんだけど、どういうのやろうかなと思って。今日のコーディネートとか、今日のクソこんなっすみたいのでもいいし、あの視聴者さんがそんなんでいいんだったら全然作りますよって感じですよね。なんで上から見せんの、よくないよ、そういうの。視聴者様っつって頭を垂れてひれ伏せ無残料理とか、まあ、こういうゆるい動画みたいのがいいみたいなコメントはいただいた。全然そちらでよければ、サブチャンネルをちょっとお願いします。ただマネージャーはガチガチの編集を業務量が増えるでもいいじゃん、別に全然動画作ってないしさ、楽しいね、楽しいまあね、そんな感じですかね、サブちゃん。何ちょっともう帰りたいな、みたいな感じ。自分がふっかけてきた古着紹介だけど大丈夫？お酒飲むとね。嘘嘘嘘。あ、5万人いったじゃん。あ、ありがとうございます。あれじゃん。ありがとうございます。きりたんぽちゃんのその挨拶のポを数えるっていう企画。忘れてませんよ、僕は。じゃあもう閉まんないんで、ほんと不甲斐ないです。僕も皆さんに謝ります。多分この動画の再生数は翌日6700その程度だと思いますのでよろしくお願いしますじゃあどうぞ3、2、1、ポポポポポ、お前クレーム来たら俺のせいになるよ。ほんときりたんぽちゃんファンとか結構強そうだからやめて。